丸亀ブルーナイターボートピア朝倉開設25周年記念、いよいよこれより明日のファイナル主賞権をかけたシリーズ第2関門始まります。まずは第9レース1つ目の準優勝戦です。1号艇中山翔、2号艇高浜義久、3号艇別府正樹、4号艇佐口達也、5号艇阿波克也、6号艇山下裕貴、以上6選手の対戦です。絶好枠中山翔がゆっくりとホーム側インコースに構えていきます。初日から豪快なターンで着々とポイントを加算いたしました。ここも一気加勢に逃走態勢を図ります。1号艇中山、2コースには2号艇高浜義久、こちらは狭いところもこじ開ける鋭いターン、切れ味抜群であります。そして3号艇別府正樹、センター3コースに収まります。破壊力抜群のスタート構成で一気に主導権を握りたい3号艇別府。ここまでがスロー。角4コースに4号艇佐口達也です。展示タイムズバ抜けた数字、角は絶好のポジションであります。そして6号艇山下裕貴、惜しくも今日の1走目勇み足、ここはしかし気持ち切らさず戦います。大外6コースには5号艇阿波克也、今シリーズは出足重視の調整、大外から展開を見つけてくるか。第9レース1つ目の準優勝戦インコースから1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。センター勢3コースから3号艇別府が好スタート、4コースから4号艇佐口達也、1マークしかし1号艇中山翔、まくる3号艇別府、切り込む2号艇4号艇6号艇バックストレッチに入った。先頭は押し切った1号艇中山翔が早くも抜け出す独走。2番手三つどもえ、内に4号艇佐口達也、外3号艇別府正樹、真ん中通って2号艇高浜、内からは6号艇山下裕貴。第9レース準優勝戦スタート正常、先頭は1号艇中山翔、2番手潜り込む6号艇山下を握る4号艇佐口、切り込む2号艇高浜義久、2番手争いは2号艇4号艇一騎打ち、わずかにアウトから4号艇佐口達也が判定進優勢も、へさきを残す2号艇高浜、2号艇4号艇両者が並ぶ2周の1マーク、内々通る2号艇高浜義久に待って刺す、えぐり込む4号艇佐口の差し、しかし2号艇高浜も粘っている。2号艇4号艇2番手争い両者がぴったり並ぶ、内側に4号艇佐口達也、外に2号艇高浜義久、並走ですが形勢逆転、わずかに内側4号艇佐口がコース有利か。2周2マーク、先頭は完全に1号艇中山翔、2番手4号艇佐口が外を抑えながら先手を取る、懐飛び込む2号艇高浜も粘りますが、わずかに4号艇佐口達也2停止優勢、上位体系は1番4番2番、最終周回に入っています。先頭は1号艇中山翔、インコースからしっかりと逃げ切っていく行きました。そして4号艇佐口達也が2番手、狭い内2号艇高浜の差し届くか、しかしここも4号艇佐口が2番手を守る、1番4番2番の体勢、4番手高水が空いて6号艇5号艇3号艇が続いています。第9レース1つ目の準優勝戦、先頭は完全に1号艇中山翔、そして激しいつばぜり合い、2番手争いは4号艇佐口達也が先手を取る、内最後まで諦めず2号艇高浜も追い上げますが、4号艇佐口が2番手優勢、1番4番2番でゴール、先頭1番中山ゴールイン、2着4番佐口ゴールイン、3着2番高浜ゴールイン、6番山下5番阿波、ラスト3番別府ゴールインです。